どうも皆様ごきげんよう、クです。それではポケットモンスターバイオレット続きプレイしていきましょう。さてフルチタウンに到着しております。今回はこちらにあるゴーストタイプの、ジムゴーストタイプのジムリーダーですね。詳しく見る。これね、ソウルフルビートゴーストタイプの使い手、その実力は屈指の強さだ。世界で活躍する伝説のラッパー、ラップとダブルバトルでマッシュアップしたスタイルで魂震えるライブを披露するということで、ダブルバトルか、ちょっと待って、ダブルバトルだったら並べ替えた方がいいのかな。 OK、 よし、これでいこう。で、じゃあまずジムチャレンジか。ゴーストタイプなんだもんね。はい、行きましょう。あ、ネモとか出てくるかな。あ、いた。聞いたよ、ジムパッチ6つおめでとう。そこまでバッチ集められるの挑戦者の1割もいないんだよ。あ、そうなんだ。ドラパルトいる。ドラパルト違う、忘れた、進化前のやつ。さすが私の見込んだポケモントレーナーだ、ありがとう。うん、俺言わなきゃいけない、ん、言わなきゃなのは私の方。そうだ、ジムに挑む前にウォーミングアップはどうかな。いつものあれやっときますか。お、あ、もう返事待たないやつ。よし、ここで戦うよ。ライブ会場っぽいな。バトルコードはこんな感じか。ふんふん、要チェックだね。ポケモンの足の踏ん張りとかにちょっぴり影響あるかもでしょ。確かに、強引に連れてきちゃったけど、ジム前の準備運動ってことで実りある勝負しよう。強引だけど、まあいいでしょう。そろそろ進化するポケモンたちもいるはずだから。つうか、その薄着でここまで来たのか。山荘ルガルガ、はい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 、ああ、ヒルノスカットね。同じ岩タイプ同士か。まあ自信でいけんじゃないかな。6つのバッジのその実力見せてもらいましょうかね。レベル42、あ、全然いける全然いける。おい、砂かけは勘弁してくれ。うん、OK、 よし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 、痛いのもらっちゃったな、お返しさせてもらうね。何が起こるかわからない、だから勝負は面白いの。うん、急所に当てたりとかな。さあ、背中一発食らったけど、どこかでヌーメイルポケモン入れ替えた方がいいかな。じゃれつくが効果抜群のはず。 OK、 よし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 、いいね。あれ、ヌメール今殻があるタイプだった、もしかして。あれ、ヌメールって殻あったっけ。あ、それは信用地方のやつだよね。パーモットは格闘と電気だから入れ替えた方がいいね。格闘電気、あの草がいいのかな。デカルちゃん、あの草がいいだろう。あの草でいけるかどうかはちょっとわからんが。まあ、少なくとも格闘タイプの技は食らわないはずだ。パーモット、パーモット、ほぼ、とりあえずた、メガドレイン連発でいいか。向こうの方が早い、わーい、うー、体力全然回復せん。まあまあまあ、地道に削っていくか。ああ、まあヒッター、まあ素早さはね、向こうの方が速いからいいんだけどさ。ただ麻痺したのがちょっと辛いな。 OKOKOK、 よしよしよし、いいよいいよ。あともう一発は耐えられそう。半分は削れましたね。お、先生の爪、はい、
やったぜ。いいねいいね。おっと、急所ではない、急所ではないけど痛いの食らったね。デカネちゃん行きましょう。ここまで HP 削り切っていれば、まあでも格闘タイプあるからな、マネタイプの技やめといた方がいいかな。型破り、ハンマーでパーモットの姿が見えないよ。わおー、マジか。ふむふむふむだな。危ない危ない危ない。よし、オッケーオッケー。相手が格闘タイプの技使ってこなくてよかったよ。マジでハンマーのせいで見えねえな。オッケーオッケー。はいはい。ここがマスカーニャでいいでしょう。ふぶいてきたよ、ふぶいてきたよ。ギリギリの攻防、続々する。最後までわからないよ。でもこっち一応6体生き残ってんだから。であれだろ、テラ、あ、え、あって、あれ、テラスタルがない。あーあったかな。テラスタルしてトリクラは向こうもどうせするだろ。まあ油断はしない、全力でいこう。ここからが楽しいの。光ってテラスタルオーブ。寒そうなんだよその格好。水？オッケー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 。まあ急所にも確実に当たるし、テラスタルタイプ一致で、まあとんでもねえダメージ出れるでしょ。 OK です。はい、ありがとうございました。やっぱり君こそがもう選ばれし者って感じで接してきてるよね。おーおー、そう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 、こっちね、収録が入ってもね、何回も進化しそうになったんだけどね、キャンセルしまくってたんだよね。オッケー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 。クエスパートランに進化した。ありがとうございます。色とりどりのフリルの隙間からサイコパワーを放出して時速200キロで疾走する。サイコパワーで脱走、ダッシュさんの。ダチョウポケモン。ダチョウって脳みそ小さいんだけど大丈夫？はい、OK です。何、ルミナコーリージョン、何それ、エスパータイプの専用技だね。精神にも作用する奇妙な光を放って攻撃する相手の特防をガクッと下げる。もうこんなのずっと使い続けてればいいじゃん。混乱させる可能性があるのもまあいいよね。騒ぐの代わりに入れとこうか。いいじゃんいいじゃん。この勝負は私の負け。すっごく強くなってる。うん、いいね。もうそろそろだね。クーもポケモンも体温まって準備万端だ。勝負のお礼にこれどうぞ。マンタの薬3個。あ、いや、ポケモンセンター行くからいいんだけどね。ありがとう。チャンピオンランクまでもう少し。残り2つ頑張って。受付まで送っていくね。あ、もういなくなってる。ポケモンはどうなってます？全員回復してる？回復してる。じゃあいいね。はい、ようこそフリッチジムへ。挑戦者のお名前を登録しますと。はい、そう、チャレンジなんだろうね。ジムチャレンジ。当ジムリーダーのライムと勝負するにはジムテストをクリアする必要があります。フリッチジムのジムテストはオープニングアクト。はい、何、なんかショーの最初をなんか飾るんですか。いわゆる前座ですね。そうだよね。
ジムリーダーのライブが始まる前にステージ上でポケモン勝負、熱い死闘で客席を盛り上げてください。ライブ会場にいる MC と話せばジム体操を始められますよ。それでは行ってらっしゃい。なるほど、了解いたしました。あの草とかパーモットはね、なんかね、連れ歩くと進化するらしいので、一生懸命連れ歩きましょう。じゃないといつまでたっても進化してくれ。収録外で歩かせるのもいいかもしんないけどね。これ?あ、オープニングと、はい。来たな、全然任されてトレーナー。俺らは MC カマー。ライブ会場はこちらだよ。これから君にはポケモン2匹で戦わせるダブルバトルをしてもらうよ。ダブルでポケモン勝負、カマサバ、アゲが2番で客席アゲアゲ。会場爆上げ、フリッジ雪解け。あったまったライブ会場にジムリがご機嫌に登場。ジムテストはクリアってわけ。なるほど。ステージが上がればアウト開始。3連勝するまでは途中退場はノーだ。覚悟してチャレンジしてくれよ。3連勝か。オープニングアクション&ジムテストかましちゃう準備は OK なのかい？ OK です。それじゃあぶつけ本番、ステージが上がってくれよ。まあダブルバトルの練習をさせているわけですね。これはなんで墓石があちこちにあるんだ。 Ladies and gentlemen、 今回のライブオープニングアクトは空のダブルバトル3連戦だ。挑戦者空に最初に立ちはだかる相手はちびっこ、そういう風を呼ぶ少年パフォーマーユーヤン。ダブルバトル 1+1、 その答え君は知ってるのかな。ダブルバトル慣れてないだろうからやっていこうぜっていうことだね。影坊主と墓地、はい、ふむ、まあたたり目やっていこっか。はい、先生の爪、 OK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 。おお、オッケーオッケーオッケー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。いいね、よし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 、問題なさそう。オッケーオッケー、 1+1 の答えは2で合ってるよね。そう、数学的にはさあ次のバトル来ます。あんまり盛り上がってるようには感じねえな。客席の声援が少し大きくなった。フリジステージは最新技術、観客のボルテージが上がるほどライトアップするシステムだ。その調子でどんどんかましててくれよ。あ、体力回復された。続きまして次の対戦相手は人を選ぶ音楽家ベシャミ。 お前が人を選ぶのか。弱さを補い強く 2匹のユニゾンハーモニー。おう、ジムトレーナーのベシャミ、はい、落ち着いた曲だな。それにしてもムーマとゴーストか、まあ、初期からいるポケモンたちですね、こいつらは。まあ同じくでいいんじゃないか。はい、よし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 、オーケー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 、うん、失敗だし。高校の方が強いんだっけ。あの子やっぱりすごいかも。その調子で頑張って。攻撃力が上がった、特攻が上がった。あ、声援のおかげ、これは。うん、まあでもこの後のマスカーニャの噛みつくで終わるでしょう。バカ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 、まあ、大丈夫だけどさ。 OK、 よし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 、まだまだ不協和音でした。そんなことはないと思うけれども、
おお、かっこいい。ステンドグラスっぽい。暴れたら割れそう。客席は熱気に包まれている。クールアクトレス声優もライトもド派手になってきた。まさかの飛び入りサプライズ Q がここまでかますとは。次でラストは3人目、最後のお相手はこの俺 MC カマーだ。毎回寒そうなんだよお前ら。司会もポケモンもお手玉の、ダブルでお手玉してやるよ。ラミラミと、ああ、フワライドおるんか。フワライド欲しい。でも不安って見かけたことないけど、どこにいるんだろう。欲しいなー、いいなー。こうかな。じゃれつくは悪タイプのヤミラミにいいんでしょう。ここあるよ。あ、そうか、フワライドのデータがないのか。いや、まあじゃあ普通にフワライドにしとこう。フワライドは体力多いからな。オッケーオッケーオッケー、よしよしよし。わう、まあまあでも一体目はオッケー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 、削っといたからこれでよしと。いよいよ、まあまあまあそうなるよね。うう、急所か、しょうがないね。さて、まあクエストバトラーナイスなマツチュース MC カマにかましてる。オッケー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 、せーね。クエストバトラーってけえな、結構マスカーニャより身長高そう。オッケー、チャームボイス、あ、チャームボイス2体に攻撃してくれんだ、すげえ。はいよ、まあ、マスカゲの方が早いね。そうだよね。オッケー、はい、オッケーです。3連勝とりあえずできましたね。ぶちかまされたぜ。客席のボルテージは最高潮だ。なんてすごい丈夫だ。こんなのめったに見られないわ。サンキュークジムテストは合格だ。おめでとう。みんな盛大な拍手を。まあまあ別にジムバトルするだけだったから全然良かったわ。背筋がブルチマほどの一体感。メインを呼ぶ準備はパーペキ。それでは皆さんご一緒に本日の主役、カモンソウルフルベイツライム。おお、ライムライムって言ってるように聞こえるわ。黙りな、怖あんたたち。ジェラシー感じるノイジー、ナイスな加減にご機嫌かい。おお、ラップか。オープニングサンキューベイビー、あんたが、ん、あたいが来れば退屈させないよ。ラッパーの人たちってさ、韻踏むのめちゃくちゃうまいしさ、噛まない滑舌もいいしでさ、結構能力高いよね。ジムテストお疲れ様、マジで最高だったよ。ありがとう。しばらくライムタイムだからジム受付に報告しておいでよ。はーい。あ、なるほどなるほど、了解しました。じゃあとりあえず、あ、待って、ポケモン入れ替えておこう。ああ、あの草がやられとるやないかい。瀕死のポケモンには使えません。じゃあバック、あ、まあ、元気のかけらクソいっぱいあるから使っとくか。使っておいて、でペッとして、でどうしよっかな。戦闘デカヌちゃんマスカーニャーとかにしとこうかな。はい、クーさん、オープニングアクトは大成功でしたね。おめでとうございます。ジムテストクリアです。クーさんには当ジムリーダーと勝負する資格が与えられます。はい、ありがとうございます。ソウルフルビートジムリーダーライムに挑みますか。早速行こう。それではバトルコートにご案内いたします。
お、よいよ。ラップって俺苦手なんだよな。別に聞くのはいいんだけど、ラップをするのか。バトルコートからリズミカルな話し声が聞こえるぞ。ラップバトルしてんの？おう、今日こそ任せラップバトルレイヨートも倒すぞ、 It's our movie。 そういうこんな感じ。俺のラップ聞けよジムリーダー、俺のトップ店のバトルリーダー。あ、バイトリーダーかごめんごめんごめん、ほら噛んだり読み間違えたりとかすると 大変なのよこれ。バイトじゃリーダー、ライムじゃビギナー、ライムじゃビン、歯医者は帰るなさっときな。こんな感じか。あたいはライム、優しさカイムじゃないか、 Like the dynamite。ワークでバッ、ん？ワナビのあんたには、ん？ラップで学びな何枚だ、ヘイ。ん？読めない。やめとこう。ん？待ちな、まだ乗ってきてよ。は、何代午後3時って自由なバイブス決めやがってさ。激おこやん。諦め早めで悲しいね。骨ある相手はいないかね。ねーんって。じゃあバトルで熱くしますか。お次の相手は前座のあんた、ジムバトル、ラップバトル、どっちだい？ジムバトルです。ラップなわけない、違いないってね。ははは、あたいの話し方が不思議に聞こえるって。こいつはラップ、音の響きが同じ言葉を繰り返し積む魂の歌さ。闇らみ食べ出し神、ん、たちまち雷、そんな毎日大体ありがちってな感じさ。伝わったかい？はい、意味はわかるのよ、大丈夫。ま、あんたはポケモントレーナー、高ぶるハートは勝負で出しな。あたいも本業はラッパーだけど、ゴーストポケモン使わせたら右に出る者はちょっといないよ。天使にラブソングの人を思い出しちゃうんだよな、この人。あたいはライム、AKA ソウルフルビート、語りなバイブス、冷静め、勝負するフィールド。ゴーストタイプか。ミミッキュ、初手ミミッキュきつ。大丈夫かな。ドデカハンマーとかじゃな、ダメだな。ダブルバトルラインスタイル、変わるガールでワンダフル。型破りってどんな能力だっけ。ほらよ、マスカーニャチャレつくと思う。いや、まあフェアリーもあるからなあいつな。とりあえずこうしこうか。化けの皮剥がさないと。ライムも学生さんもアゲアゲな勝負期待してるぜ。影打ち、いいね。オッケー。化けの皮が剥がれた。はい、まあ一回無効ですね。よし。オッケー。ハカドッグ。おお、墓地の進化系か。ライムのポケモン撃破、超興奮してきたよ。ああ、声援がね。む、赤ドッグは普通のゴーストタイプだな、多分。とりあえず新しいポケモンはどう出てくるか分かんねえから確実に潰しておくよ。影打ちはそんな致死的なダメージは受けないのは分かってるからいいんだ。 OK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 
いいね、いいね、いいね。お、え、あ、そうか、フェアリータイプがあるから鋼タイプ効果抜群。まあ、いや、でもそんなことねえわ。でも一撃で倒した。おや、もしかしてそんなことない。幼いパンや後がない。まだまだあたいは負けてない。ストリンダー、ほう、
毒電気タイプですが、スマッシュ倒し弱点ディグルカナリ、何かそれわかんねえでも一体だけ、まあゴーストタイプでしょ多分。デカハンマーと噛みつけていきましょう。セットリストユーラストハウテイゴークラップユーゴーストはハカドッグ、その登場の仕方はもうゾンビなのよ。乗ってんねえ乗ってんねえ、あたいの歌を死者も蘇らせる DJ ボチもご機嫌だね。そうだね、めっちゃ乗ってた。ライムさんなんで白目になるんですかそんな。すいませんね。親指立ててる。パンチラインは段違い、負けても与えは so fine。 そうか、まあまあ試験だからね、落ち込むようなことじゃないよね。ははは、いいね、あんたの魂ビンビン感じたよ。あたいをうならせるとは気骨がある。ジムバッジ持っていきな。あたいのライブ特等席で聴ける権利もついでにどうだい。あの寒くなければ。いいのそれ。ジムバッジ7個持ってるよ。レベル70、じゃあ55までのポケモンが捕まえやすいし、言うことも聞くよ。ラップで興奮、いい気分だ。もう一つおまけにプレゼントだよ。おお、シャドーボールありがてえ。大好きだこの技、めっちゃ使いやすいもんな。まだまだ聞き足されないね。用事が終わったらまた来ね。今度はラップバトルでもいいさね。グッドな冒険応援してる。バイバイベイビー。いやよかった、チリさんと誰。毎度チリちゃんやで。何やジム巡り調子ええみたいや。チリちゃんチリちゃん、うん、ああ君ら初対面か。この兄ちゃんはクトップも認めるくらいポケモン強いやで。あらあらあら、ポピーもポケモン、ポピーのポケモンもとっても強いと思いますけど、鋼タイプ使いっぽいな。どっちが強いんやろな。ポピー四天王だからポピーの方がすごいのです。おお、まあそうでしょうね。ははは、かわいい。この子ちっこいけど四天王なんやで。そうなんですの、相当な実力じゃない、将来有望すぎ。ポピーのポケモンをお兄ちゃんに早く見せたいです。クレッセルとか使ってきそう。ポケモンリーグという最高峰の場所で今か今かと待っておりますので。お、あちょい待ち、ポピーのためにも頑張ってってな。ほらポピー、チリちゃん置いてくな。何しに来たんあいつら。さっOK です。じゃあ今回こんなもんかな。さてできることが少なくなってきました。取れる選択肢がレジェンドルート、スターダストストーリー、チャンピオンロードっていう感じなんですけれども、次回はスターダストストーリーかな、こっちかな。あのここがね一番難しいらしいんですよ。ここが一番難しい。最強のジムリーダーと名高いって書いてあるでしょ。でここは、スターダムボスの中で2番目に強いと言われているって言われてるので、ここかな次で。まずスターダストストーリー2番目に強いと言われている、チームルクバーのオルティガを倒した後、レジェンドストーリーの、ギリュウの主を倒す。でどうしようかな、次こっちかな。ね、スターダムボスの中でも非常に危険な相手と言われているこのビワの方に行こうか。チームカーフビワで最後に、最後のねナッペザンジム、ナッペ山かなのジムに行きましょう。うん OK、 じゃあこんな感じで行きますね。
はい、OK。よし、じゃあ今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、評価をよろしくお願いいたします。ではではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。